皆さん、お久しぶりです。しんです。明けましておめでとうございます。前回のね、動画から早もう1年ちょい経ってるんですけども、まあ、ちょっと諸事情によって、YouTube のね、撮影を止めてたんですけども、今年の2月から再開しますよ、ということで、はい、一発目の動画です。ぜひ今年からもどうぞよろしくお願いいたします。ちなみに僕ちょっとね、こちら、はい、アパレルも出したんで、ジェシーズっていう、よかったらご購入してみてください。さよなら。はい、ということでね、今回は何を撮るのかというと、2024年から初めて自重トレーニングを始める方、もしくは今までなんとなくやってきたけど、改めてもう一回に自重トレーニングについて知りたい方のために、基礎種目、腕立て伏せ、懸垂、ディプス、この3つの種目を各種目何レップできるまでやるべきなのか、1セットね。っていうのを解説したいと思います。その理由もね、含めてね、あとは各種目のフォームもしっかりと徹底解説していくので、自重トレーニングこれから始めたいという方にとっては必見動画なので、早速やっていきましょう。1種目目、懸垂からです。いっちゃおう。はい、こちらベーシックな懸垂です。こちらはね、ぜひ10レップ目指してください。10レップ以上できるって方はもうそれ以上の懸垂目指さないで、そこからバリエーションを変えてマッスルアップだったりとか、あとハイプラップってより強度の高い、レベルの高い懸垂に切り替えて、よりそれでレップ数を上げていってください。その方が絶対的に背中が強くなるし、よりでかくなるので、フォームこちらもね、しっかりと解説していきます。まずグリップなんですけども、結構ね、皆さんね、やられる方は、まあ、グリップをなんか補助の感じ、こういうパワーグリップみたいに使ってグリップやって、で、なるべくね、握力に負担をかけないようにやられるという方もいるんですけど、ぜひそちら自重トレをこれからやっていくっていう方はそんなグリップ使わないでください。この握力っていうのも重要な力の一個なので、ぜひこちらを鍛えるという意味でもグリップ補助のやつを使わない でかつ親指をしっかりと下に巻いてあげてください。その方が絶対的に握力を持つんで、はい。で、足なんですけども、曲げないで伸ばす。なぜかっていうと、曲げてやる。よくね、モティビルダーの方とかで、こうやって曲げて、で、グレッと引いて、その方がより背中にね、ピンポイントが入るっていう方もいらっしゃるんですけど、もうそもそも僕は自重トレーニングって懸垂を背中のトレーニング、背中だけのトレーニングと捉えてなくて、どっちかというと全身のトレーニングですよね。こちらね、詳しくはね、過去動画でも紹介してるんですけども、全身を一本の軸を通す、それで胸をバーに当てにいくイメージ、はい、でこれだったらしっかりと背中にも入るし、あとは腹筋も使うので体幹も鍛えられる。なのでぜひこの方法でやってみてください。で、絶対に最初初めてやられる方は途中、中途半端に上げないで、しっかりとフルレンジでやってください。なぜかというと、人ってそもそもバランスよく左右の筋肉ついてないんですよ。で、それをしっかりと均等に鍛えてあげるためには、フルレンジでどっちも鍛えてあげる。それでボディバランスをしっかりと整えてあげる。で、そっから力がついたらハーフレップとかでよりピンポイントに当ててあげてください。その方が絶対です。続きまして2種目目、ディプスです。こちらね、15レップやっていきましょう。はい、こちらベーシックのディプスです。で、初めて僕の動画を、ね、見ていただいた方は、普通よく皆さんがやってジムでやってるディプスとちょっと違うのに気づきましたか。何かっていうと、普段ジムで皆さんがやってるディプスって、まあ、これもね、懸垂と一緒なんですけども、後ろにこう足を伸ばして、で、胸を張る感じ、それでこういく感じ、はい、脇は締めないで広げる感じ、まあ、別にこれでもいいんですけども、脇を広げると肩に入るんですよね。どっちかって胸じゃなくて、なので脇は締め気味で、かつ背中は反らないで、腹筋で背中を押してあげて、どっちかというとちょっと猫背チックな感じ、こういう感じで固定する。で、その状態はキープで、足もまっすぐ
後ろではなくて前、この姿勢です。で、目線は前で落としてあげる。はい、こうすることによってディプスで肩がちょっと痛くなるっていう方はその肩の痛みもなくなります。より胸に入るようになるので、あとは懸垂の時も一緒なんですけど、全身軸を通してあげることによってよりスムーズに動きます。エネルギーのフローが出来上がるので、なのでぜひ今まで後ろで足を組んで立ったりとか伸ばしてやってたりとかいたら、ぜひ今の方法をやってみてください。最後3つ目、腕立て伏せやっていきましょう。こちらね、20レップ目指してください。はい、こちらがベーシックな腕立て伏せです。なぜ20レップかっていうと、まあ、こちらはね、別のあのさっきの、ディプスとあと懸垂と同じぐらいの理由なんですけども、腕立てこそ100レップとかね目指される方いるんですけども、正直それ本当にまあ意味なくはないんですけど、めちゃめちゃ効率悪いんですよ。腕立てこそいろんなバリエーションがあって、それこそもう20レップ下手したら10レップぐらいできたら別のバリエーションに切り替えてどん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 負荷を高めることができます。まあ、ディクライにしたりだったりとか、あとはそこからプランシャで練習したりだったりとか、ハンドサンドプッシュアップ練習したりだったりとか、いろいろとね、本当にバリエーションめちゃめちゃあるんで、もう、まあ、今回ね、一応20レップって言ってます。大体20レップぐらいできると、もう大体他のね、強度の高い技に挑戦しても、ある程度ね、筋肉がついているので、あとは技術力っていうところだけをね、補っていける、その技を習得できるんで。で、フォームなんですけども、腕立てこそよく皆さん目にするのがこれ。脇広げて、みたいな。はい。これ絶対やんないでください。脇は締める。まあ、締めすぎてもあれなんですけど、45度ぐらい。なぜかっていうと、人間って、例えば皆さん、物をね、押すとき思い浮かべてみてください。まあ、車でも何でもいいや。どうします？こうします？それとも、こうします？こっちやるんですか？なぜかっていうと、脇を締めて押してあげる方が、自然的に、自然に押す力っていうのは、マックスで出せるんですよ。なので、脇を締める。OK ですか？広げたら、肩の方になっちゃいます。で、肩の方に入れるためにやるんだったらいいんですけど、胸を鍛えてあげたいんだったら締めてください。で、あとは背中。背中はさっきディプスでもやったように反るんじゃなくてフォローバック、腹筋で背中を押してあげる。で、固定で、目線は前。 OK ですか？この姿勢をキープしたままそのまま落としてあげる。では、はい、これが正しい腕立てです。絶対に脇を広げないでください。これこそ肩めちゃめちゃ痛めるんで、特に肩がね弱い初心者の方は絶対的に脇を締めてあげて、で、ベーシックにして20レップできるようになってから、そこからね肩をねより鍛えたりだったりとか、ハンドサンドプッシュアップだったりとか、そういうねより高度な技を練習するために広げるのは OK です。あと、なぜ腕立てが20レップで懸垂とあとディプスみたいに10、15じゃダメなんですかっていう話なんですけども、まあ、そもそもね、ディプスと懸垂って全身の体重をかけることができる、宙に浮いてるんで、ただそれに比べて腕立てって地にね、こう足もついてるんで、腕もついてるんで、その分ね、負荷はね、低いです。なので、その弱い負荷を補ってあげるっていう面でも20レップっていうちょっと他の2種目よりは高いレップ数を目指してあげましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。本日ご紹介した懸垂、ディプス、プッシュアップ、この3つぜひマスターしてください。2024年からね、自重で鍛えたい、行きたいという方にはね、マストの種目なので、まあ、一度しっかりとね、フォーム見直してもらって、やっていただけると嬉しいです。そして僕の TikTok、そして Instagram ね、ぜひこちらもフォローしてください。僕のね、普段のトレーニングだったりとか、あと各ね、種目だったりとか、あとは、より高度な技のね、紹介もしてるんで、こちらもぜひお見逃しなく。そしてこちら、ジェシーズアパレル。もしよかったらこちらも概要欄に貼っておくんで、チェック出してみてください。ということで、本日の動画が参考になったと思う方は、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。